中売り市の功績中売り市は、1976年に発表された新鉱物で愛知教育大学の鉱物学者、鈴木茂人などにより、愛知県新城市の中売り鉱山で発見された。価格蘇生は 846.48H2O で、社宝承継。発見地の鉱山名から命名された。蛇紋岩中に、空色の針状結晶として産出する。 発見者の鈴木は、本鉱物研究の業績により桜井記念会から桜井賞を受賞した。ただし、硫酸子を多く含み、マグネシウムを含まない蒸気の化学組成は疑問視されており、2007年に XYZNH2O という説が提唱された。また、結晶構造など未解明な点が多い。鈴木 j エイトール a ニューコパー・スルフェート カーボネートヒドロキシドハイドレートミネラル 846.48H2O フロム中売り愛知プリフェクチャージャパンジュールジャパンアソックミネラルペトロールイカン、ジアル71183から192松原総、宮脇立郎日本産鉱物型686から87ページ東海大学出版会2006年 ペイレンツナエー、マルティネリ、エーラナカウリーテデルモンティレマーツォ、ゼノア、ラビスタ・ミンラロジカ・イタリアーナ、31、48から51。ありがとうございます。